皆さんこんにちは。今日いきなりなんですけれども、今までちょこっとだけシングルパンのバンドに参加しておりまして、今日予選が行われます。で今6時半なんですけど、6時半からリハーサルが始まると言って、集合してくださいって言われた。ここなんかね、バスケットじゃないんだけど、ネットボールコート、テニスコート、有馬のテニスコートの近くです。ヤードが多分狭くて、もう道路で審査するぐらいしかないような感じなので、ここの場所を借りて、ここでテントが張られておりまして、審査が行われるようです。で、まあ今のところようやく今準備が始まったかなという感じです。だいたいセッティング終わったみたいなんですけれども、私が演奏するのはこのフォニックスパンっていうパンです。で、どういう風になってるかっていうと、一番低い音が F ですね。で、ここからG まで来て、 G シャープだけ低い音がないです。あんまり使わないので、で、と、全部、半音階があるっていうシングルパンです。 What this? あ、ベースだって。で、ベースは私がですねすごい近所なんですけど、他の有馬のバンドでやらせてもらったやつですね。これは5ノートベースですね。これもどう並んでるんだろう。何しか、一番低い音が D で、半音 D ですね。 E F シャープ、 F がない、 G、 BC シャープ A みたいな、 C、E、 これも D かな。こんな感じに並んでます。これハーモニーパンか。これハーモニーパンだ。 B フラットからあって、ここに B、 ちょっとごめんなさいね、 B フラットがある。テナーパンと並び方は同じやつですね。で、テナーパンは普通のテナーパンですが、あ、ローテナー使ってるよ。うん、これセコンドですね。シングルセコンド。今8時ぐらいです。そんながっつりリハーサルした感じじゃないんですけれども、難しいポイントポイントで音を出して、あとかなり並べ替えがありました。ギターベースギターベース、セコンドテナーセコンドで、私たちのパートのフォニックスパンはこのバンドの一番肝になる部分なので、なんと2列目で、やばいやばいけど、私そこで叩くんですけど、ここで叩くんですけど、後ろがこんだけいるので目立っためっちゃ目立たないかなと思います。そしてこのバンドのアレンジャーはなんとアンディです。アンディ、おー、ダメだ、アンディちょっともう忙しくって楽器を作ってる。それで、はーい、アンディがアレンジするなんてすっごいびっくりだよねそうなの、アンディがアレンジをするっていうから、もう私が叩かないわけにはいかない。で、そのフォニックスパンっていう新しいスタイルのパンのお披露目でもあるので、まあだからチューナーの宣伝になもなってるし、私が叩かないわけにはいかないと、だからこのバンドに参加しました。イエーイ。いいところでドラム叩いてくれるな、めっちゃいいタイプ、日本語わかってるっぽい。多分今からもう、あ、もうリハーサルまた始まりそうなので戻り、キャプテンです、メヘリアで、イエーイ。
降り出して、今雨宿りをしています。スタンドがあって屋根があるので、多分ね全然見に来る予定じゃなかった人も雨宿りのためにここにバーって駆け込んできて、結果的にお客さんがめっちゃ増えたんじゃないかなと思います。アレンジャーアンディ・ニールズで、チューナーもアンディ・ニールズっていうね。で、リーダーがさっきのメヘリアっていう。ね、そうだね。イエース。なんか、歌うのかな？We need to dance. Yes. Yes, I agree with him.Thank you.
無事終わって、まかないが出るみたいです。このピラウとまたガーリックソース、このバンドガーリックソース好きすぎるんです。はい、 Is that garlic sauce? What sauce? What is it? What? チャツニーなんだ。あ、マンゴーチャツニーなんだ。いや、甘いやつだった今日。よかった。みんなでこれと、ちょっとここにジュースがあって勝手に取っていいんだけど、なんかね、現地のわけわかんない甘そうなジュースしかない。お水さえない。もう子供向けです。そんでご飯をもらって、あ、楽器はもう片付けるっぽいですね。